パス。さあ、ということで、パス今日もね、ボール、事務所からお送りしてます。はい。気温の桜井さん、ありがとうございます。お邪魔してます。よろしくお願いします。はい。もうギターもこれ。あ、ほんまや。もらったからね。何もらったんですか。知ってるかな。あ、ごめんなさい。ちょっとあんま正直僕聞いてもある。え？嘘。え？え、もらったんすか。ゾ・アルフィ。え？ G じゃないですか。ゾ。うわ、知ってるアルフィじゃなかった。関西だけでやってる。マー君、チャンネル登録してほしい。ということで、あの前回、前々回と、はい、ちょっと検証をね、させてもらいまして、ユーバーイーツ。ユーバーイーツね。これだから美味しかったんですよね。そう。早いし。でね、今回ね、はい、内緒なんですけど。え？内緒なんですけど。はい。もう一個アプリ、ちょっと。え？ユーバーイーツともう一個あるんですか？これちょっと見てもらっていいですか？はい。これなんですけど。ジジ。で、DD って言います。これタクシーとかでもよく見ますけど。ジジ？ DIDI って書くやつね。ジジ？ええ、違うんです。DD やと思います。これがなんかね、またね、ユーバーみたいな。いや、うん。で、ちょっとこれ、はい、今回はこっち貸してください。めっちゃある、めっちゃある、めっちゃある。これ、これ。あ、に、そうしましょうか。どれがいいですか。いや、ほんまに好きなやつで。うわぁ、いや、なんでも、なんでも。全部好きですけど。うん。全然なんでも。あ、それ。これいいですか。はいはいはい。はい、これね。はい。受け取る。これでいいですね。はい。合ってますよね。合ってますよね。超簡単っすね。今んとこね。うん。で、いきます。はい。ボチン。うまかこれ。あー、開いた。いや。うわ。いってるわ。いってますね。あ、ここお店の場所は。うわ、この人が。これ大きくはできないですもんね。ジジイ。うん。ジジイです？じゃあやめてください。じゃあそういう意味その DD ですから。あ、DD。はいはい。あ、きゃ。こんな建物の中通ってる。地図上で。そんな精密ではないんですよ。先駆け落とし片落としくらい。もう無視して。壁壊してまっすぐ歩くやつはいいんですよ。カウントダウン始まって。エコ。何のタイム？エコ。こ。爆弾？爆発まで。エコ。何のタイム？あれ？電話かけ。はい。リリフーズです。はい。田崎様のお電話でよろしくお願いしますね。はい。はい。出前のリリフーズです。はい。お部屋の番号よろしいですか。あ、はい。はい。96階。はい。はい。あ、そうですか。はい、マックで。あ。いつも見てくれてありがとうございます。すいません。なかったことにしてる？はい。行きます。めちゃくちゃ地図出てます。地図が出てます。え、大丈夫ですか？なんか確認の。ね、確認の、でも、うん、わざわざ。ね。田崎さんとおっしゃってましたね。いや。え？マー君、チャンネル登録してほしい。以上。なんかほら、廊下走ってる。建物の中もこうやって見れるんですか。そう。え、これぐるぐるこうやってるから、うん、階段で階段で96階まで上がる。96ちゃうって。えらい近く。建物の中もね、今いる人の近くか。おかしい。部屋番号入れてたのにな。
はい、はい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 、来た。今回は、はい、松屋。うわ、嬉しい、大好き。頼みましたよ。もうあとはだからその、うん、あったかいのかうまいのか。うわ、そこね、確かに。ってことですか。うん、高橋さんは？え？いいですか。私、はい、おろしポン酢牛めしでございます。見せたいけど汁がこぼれるのですいません。あ、そうですね。じゃあすいません。はい、どうぞどうぞ。いただいちゃいます。これはでもな、ポン酢と大根でさっぱりいただきます。うん、書き込んでいいですか。いや、いいですよ、これは。すいません、いただきます。うわぁ、あったかい団子、おいしい。出た、これこれ。ちゃんとお店で食べるぐらい美味しいですね。マー君、チャンネル登録してほしい。いっちゃん、すごいな、ボリュー、これ、うん、波ですよね。はい、ラス、もう一回頼もう。美味しかったや、美味しかったからや。足りひんからもう一回頼もう。まだまだまだありますから。むちゃくちゃ美味しい。ジジイ、ほんまに最高。え、 DD、 DD、 いや、本当に早いし、うん、で、美味しい、冷めてない、冷めてない。また今度ね、はい、で、お前んちでやったのか。関係性どうしました。そんなんでしたっけ。マー君、チャンネル登録してほしい。これはもう、はい、びっくりしました。今回はこの検証は、うん、ジューマー君出たということで、皆さん、うん、知らないと思いますけど、うん、ユーバイヤッツ、ユーバーイーツ、そしてからジジイ、これね、本当に、うん、美味しい、まあ、知ってるとは思いますけど、はい、お料理が頼めるアプリとなっております、うん、はい、世界初、実験ね、大成功しました。今やったことある検証、大成功ということでございました、はい、またね、はい、この闇どんどん僕がみんなを代表して暴いていきたいと思いますんで、はい、またですね、見ていただいたらと思います。はい、高橋さん、今日はありがとうございました。またお願いいたします。で、最後いきましょう、はい、せーの、ごちそうさまでした。